電車に傘を置き忘れた経験、誰でも一度はあるのではないでしょうか。ありますよね。ありますね、これはね、はい、まあ、そんな落とし物を取り扱う根拠となります遺失物法がおよそ半世紀ぶりに全面的に改正され12月に施行されます。なぜ改正されるのか、改正のポイントをまとめました。ものすごい量ですね。都内で去年1年間に届けられた落とし物は実に232万件。傘や衣類、それに財布が全体の4割を占めますが、中には入れ歯や骨壺といった珍しいものも。届け出から半年で拾得者に権利が移る現在の遺失物法では、携帯電話やパソコンといった個人情報が含まれるものも渡さざるを得ないのが現状です。情報も落とし物の一部とみなされ、警察が消すことも許されません。ああ、でも個人情報とかも全開。どうですか？いや、まずいですね。明治時代に制定され、数回しか改正されなかった遺失物法は時代に合わず、およそ半世紀ぶりに全面改正されることになりました。改正法の施行後は、個人情報が含まれるものは、拾得者に所有権が移ることはありません。保管期間はこれまでの半年から3ヶ月に短縮されます。警察庁によると、全国の拾得物が年間1000万件を超え、保管に膨大な費用がかかるというのが理由です。しかし、保管期間が短縮されても影響はほとんどなさそうです。返還した物件の約 99% は3ヶ月以内に返還しております。また、ほとんど引き取られない傘や衣類は、2週間で古物商などに売却され、各都道府県の歳入となります。インターネットを使い、落とし物を探しやすくする制度もスタートします。例えば、東京から埼玉まで車で移動した場合、都内の落とし物の情報は飯田橋の遺失物センターで一括して調べられますが、埼玉県内は各警察署への問い合わせが必要でした。12月からは、都道府県ごとの情報がインターネットで一覧で表示され、自宅にいながら探すことができます。しかし、なりすましを防ぐためにブランド名が伏せられたり、現金は1000円以下か以上かだけが表示されるなど、一見すると自分の落とし物か気づかない可能性があり、注意が必要です。インターネットをご利用できない環境にある方であっても、警察の方にお問い合わせいただければ、データベースを検索いたしまして、そして、お答えをすると、それによって、より早く、より多くの方にお返しできるようにしたいと考えております。新しい遺失物法は12月10日に施行されます。